様です。パパ、無事に中央管理コンソールへ着いたんですね。じゃあゆいちゃんも揃ったし、早速始めようか。わかった。ゆい、入れ替えの準備を頼む。パパ、これで準備は完了しました。いよいよだね、キリト。これで元の私に会えるよ。改めてありがとう、ストレア。まだ顔が硬いよ、キリト。元の私が来た時にはちゃんと笑っていたよね。それにユイちゃんも笑顔笑顔。一緒に笑顔で出迎えます。俺も努力はする。まあ不器用な方がキリトらしいかもね。それじゃあ、お別れだね。いや、お別れじゃないよ。絶対にホローのストレアも助けるから。君も、俺たちにとって大切な仲間だ。そう言ってもらえて嬉しいよ。それではパパ、ストレアさん、始めますよ。よーし、ちゃんと元の私にバトンタッチするからね。オリジナルのストレアさんとホローのストレアさんのデータの入れ替えを確認しました。パパ、無事に成功しましたよ。成功、つまり目の前にいるストレアは元のストレアってことか。あ、ストレア、大丈夫か？俺がわかるか？うん。キリト？って、キリト無事なの？あいつ、アルベリヒは？覚えているのか？アルベリヒのことも。本当に、本当にお前なんだな。本当も何も、
ってあれ？ここってどこ？ここはホローエリアの中央管理コンソールがある場所だ。アルベリヒはストレアのおかげで捕まえることができて、今簡易牢獄に閉じ込められているよ。そっか、それならよかった。それよりもキルト、泣いてるの？そうだった、久しぶりの再会なんだから、ちゃんと笑って。キリトったらすごく張り付いた笑顔をしてて変だよ。悪い、つい顔に力が入りすぎて。それよりも、一体どうして私はこんなところにいるの？実は、ストレアがアルベリヒを止めてくれた後に、いろいろなことがあったんだ。順に説明するよ。なるほどね。私がボスに囚われている間にそんなことが。でも私を呼び戻すためにって、キリトたち無茶しすぎだよ。それについては言い返せない。でもストレアさんはエラーを蓄積してずっと一人で苦しんでいたじゃないですか。私のように心の支えになってくれるパパたちのような人もいない、孤独な戦いを延々と続けてきたのに。取り込まれて最後を迎えるなんて、そんなの絶対ダメです。ユイ、そっか、ユイちゃんは私の支えになってくれたんだね。かもしれないですが、ストレアさんを助けられてよかったです。なあ、何度も壁にぶつかったけど、ようやくこうして会えた。私のために頑張ってくれる人がいて幸せだな。
でも私、一つだけ心残りがあるんだ。俺も同じことを考えているよ。ホローのストレアのことだろ。うん。キリトも、ホローの私を助けたいって思ってくれているんだね。ああ、絶対助けるって約束したからな。なのでボスのアバターを倒すことでホローのストレアさんは解放されると思います。あ、でもボスから解放されたらアインクラッドにストレアが二人いることにならないか。それについても問題ありません。ボスに取り込まれているストレアさんには、さっきの高難度テストで発生した転移命令が現在も処理待ち状態になっています。ですのでボスアバターから解放することができれば、ホローのストレアさんは自動的にホローエリアへ帰還されます。つまり百層のボスを倒せばホローの私は助かるってこと？そういうことです。俺たちは何度も壁を乗り越えてストレアを助けたんだ。今回も何があろうと乗り越えてやるさ。はい、頑張りましょう。次は私も協力するし、絶対に成功させようね。百層のボスを倒してホローのストレアを助けるぞ。それにしてもストレアが助かったってどうやって知ったんだ？パパ、私が皆さんにメッセージを送っておいたんです。うん、そういうわけでそろそろ他のみんなも来ると思うよ。よかった。助かったんだ
ストレア。ようやくまた会えたね。みんな。私のために来てくれて本当にありがとう。ぎゅーってお礼しないとね。でもストレアが戻ってきたって感じがするじゃない。うん、やっぱりストレアさんはこうじゃないとね。特別にもっともっと抱きしめちゃうよ。今よりもっと？うん、この嬉しさをみんなにちゃんと伝えないと。みんな楽しそうだな。何人ごとみたいに言ってるのよ。あんたもターゲットでしょ。キリトは念入りにお礼しないとね。おい、ストレア。ダメ、まだまだ足りないよ。もっとギューって抱きしめないと。ずるいですよ。私も混ざります。それじゃあ私も抱きついちゃおう。じゃあさ、ストレアが助かったことを祝って、もういっそのことみんなで抱きつきましょうよ。なんだかとんでもないことになったぞ。今日は私も混ぜてもらおうかな。それじゃあ行くわよ。せーの。みんなの気持ちがぎゅーって伝わってきて嬉しいな。